皆さんおはようございます。2015年10月21日水曜日、ナイトガンダム物語を始めていきたいと思います。昨日の夜から今までの記憶が全て抜け落ちているので、なぜ僕は今この画面にあるのかっていうのをちょっと理解していないんですが、進めていこうと思います。慌てるな、俺はラクロアのナイトガンダムだ。君は？すまなかった、許してくれ。僕はユニオンのナイトアムロだ。そうか、サタンガンダムを倒しに僕も連れて行ってくれ。もちろんだ。あ、ダメだ、キャノンがいない。とりあえず先に進もう。このタンク、なんで右から来たんだ。前左に行ったのに。確か村から左に行って、左に探して行ってなのに右から来た。そもそもこのアムロはここで何をしてたの。何と間違って俺を襲ってきたの。大丈夫かこれ、この旅大丈夫か。とりあえずステータスを確認しよう。僧侶ガンタンク、レベル1、 HP11、 MP7、 強さ1、防御3、素早さ3、経験10分の0。ガン、こいつ回復魔法も使える。アムロ、レベル1、 HP12、 434412、攻撃魔法が、こいつ攻撃魔法使える。よし、ではまず先に進む前に一つ一つ、まずはここでこいつらの戦力を見ていきたいと思います。何事も焦ってはいけない。一つ一つ、まずはこのガンの威力、これを解くと堪能していきたいと思います。では参ります。おいおい、よし、先ほどは不手際上がりましたこと深くお詫び申し上げます。もう一度ガンを試してみようと思います。よろしくお願いします。おいおい、よし、みたい。皆様、ついにこの時がやってきました。ついに謎の魔法ガン、この威力が明らかになる時がやってまいりました。14、強い。 MP 消費が、先ほど MP が7だったので、消費2、消費2で7、間違えた、大変失礼しました。消費2で威力14、やばい、これはとんでもない兵器、しかもこれアムロも使えるという、俺はとんでもない二人を仲間にしてしまったのかもしれない。俺は間違ったことをしているかもしれない。急に自分が何をやっているのかわからなくなってきた。俺は一体今何をしているんだ。どこだここは。おい、お、ここは銭湯の街です。そこの看板に書いてあるでしょ。シンプル、全てを解決してくれたこの男は。
そういえば防具の店に俺入っていないことに気づいた。革の服、鉄の鎧、木の盾、革の帽子、木の盾、鉄の鎧、革の服。武器とどちらを買うべきか。俺はどうすればいい。武器か盾か。武器か盾か、どちらを取ればいいんだ。よし、ではこの前の人がこの武器屋防具屋の方向に行った時に、入り口のところまで行った時に、決めたら もういいや、そんなのもそんなのもういい。自分の意思で動かなければならない。俺は人に委ねていってはダメだ。強え。短剣は持ってるから、銅の剣と鉄の斧か。鉄の斧530って今のゴールドの10倍。まるで手が出せない。しかし俺には今杖がある。初めての杖。こいつ何も装備してないよな。何も装備してないってことは、で装備デビューか。ならば軽々しく装備するわけにはまいりません。正式な手順を踏んでから杖を装備していきたいと思います。コーヒーを一杯いただきます。うまい。おうよ、ただいま戻りました。ブラウ姫はまだ見つからんのか。心配で心配で、わしは夜もろくに苦しいだろうが頑張ってくれ。おう、報告があります。ガンタンクメが戻りました。さらに橋の上でたむろしていた不良を仲間にいたしました。おお、そうか、よくやった。ん、タンク、その持ち物を見せ、その持ち物は。はい、おう、この杖を私王の御前で装備いたしたくここに参りました。うん、タンクよ、そなたはもう十分に強い。その杖を装備してもその杖の力に振り回されることはないであろう。は、ありがたきお言葉。タンクよ、杖を装備するがいい。バイシュー、行けタンクよ。こうしてタンクの新たなる旅が始まった。さあ、それではお待たせいたしました。杖のパワー、とくとお見せしたいと思います。純粋な杖の打撃でゴブリンザクを倒します。3 強さが1上がった。防御は3、 HP が4、 MP が7。装備、攻撃魔法、ガンがあるのにもうサーベ、レベル2でガンがあるのにもうサーベ。
早くないか。全体攻撃か。レベル2で。このタンク、とんでもない才覚の持ち主なのかもしれない。おお、なんという強さ。これが杖の力。皆さん、これが杖の力です。王に王より賜ったこの杖で、本来レベル5ぐらいで覚えるはずであろう澤部の魔法をもう覚えてしまった。アイスコーヒーをいただきます。お、レベルが2に、強さが3、4、素早さが4、素早さ重視キャラか。悪くはない。どんどんパワーアップしていく。よし、ではそれぞれの役割について理解を深めたところで次のマップに進めていく。ま、またガンダムレベル上がった。おい、強すぎる。強さが4上がっただけでダメージが6上がる。この世界でこの強さ、もはや新しい大陸に出向いたとしても決して僕も24、遅れを取るものではない。ここで2つの選択肢、上の村に行くか左の一軒家に行くか。まずは左の一軒家。ここはこの白いひげ、そして白い服、いや白い包囲、なんという格式の高い僧侶の家に来てしまった。おお、ジオン族を倒しに、そりゃご苦労なこった。あれは、あそこの家は砂漠の中にあるのに、あの家の周りだけ緑。あそこがエデンか。あそここそがエデン。俺もいずれあそこへ。ザク、タートルゴック。初めて現れる敵は2人。これは決して油断できない。どうする。まずザクの方が武器を持ってるから、おそらくこのザクの方がパワータイプ。まずはこのザクを全力で。サーベンも芝ない。そしてアムロはガン。全然弱い。全然弱いじゃないか。あれ、発動しない術が。魔法が発動しない。感じか。全然ガンダムゲー。完全ガンダムゲー。ジオング、さあ専用ジオング。これはめちゃくちゃ強いんじゃないのか。決して油断はできない相手だ。俺、缶で4しか食らなかった。サーベで8しか食らなかった。缶で15が4ってことは、およそ4分の1になってることになる。どういうことだ。魔法耐性があるのか。魔法食らったら4分の1にする効果。奥が深いな。アイスコーヒーを飲みます。うまい。
しかしちょっと待ってくれ、この城、最初の城からちょっと出たところなのにもうジオングが出てくるって、敵の戦力の生産状況が半端じゃない。この度過酷なものとなるであろう。見たとこさっきの町よりもかなり貧相な村だが、何があるかは分からない。まだ油断はできないぞ。ザーンの村と書いてある。ねえ、カード出すバトルって知ってる？カード出すを使ったバトルのことさ。カードはたくさん集めておきな。なんて性格の悪いやつだ。喋り方から性格の悪さがにじみ出ている。とんでもない村だ、ここは。カード出すってあらかじめ敵の能力を知ることは大切だ。なんというクソガキだ。こんな奴の話は聞く身もたん。なんだこれ、もう出てきたのか。ジオン族のナイト、女だからといって油断禁物。結構性格、やっぱりこの前性格悪いこいつら。クソ村じゃねえか、ここは。なんだこれ、カード出す、おい。じゃあカード出すっつったら、おい、チャリーンガチャのチャリンガチャのやつどうした、おい。チャリンガチャ来い。ボン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 じゃないだろ。ガチャが来ないと。ラクロは一番の力持ち。邪魔する敵を次々と蹴散らすぞ。うんこじゃねえか。おい、この天使呼べ。天使来い。このカードスうんこ出てくるぞ。クソが、ジオン族のモンスター仲間をどんどん呼ぶので、たまれ、クソカードじゃねえかこれ。全然いらねえ。おお、じじい、まあちょっとですね、今俺今何て言った。何も言ってない。俺は記憶が飛んでいるようだ。ラクロア国の王様、ラクロアに再び平和をと願っている。1プラス50だ。おっ、ついやりすぎてしまった。なんていうことだ、これ4連ガチャ引いてしまった。くそ、全く進歩していない。よし、じゃあ 今のカードコレクションを確認していくとしよう。アイスコーヒー飲みます。うまい。アイスコーヒーを飲むまでのスピードが上がってきたぞ。レベルアップだ。あ、スタートセレクトか。何も起きない。おい、カード出せる、あらかじめ敵の能力を知ることも大切だ。カードどこだよ。おい親父、俺のカードどこ。いらっしゃい、ここはどうかの。うるせえ。魔法陣マット、それはどうでもいいような。魔法陣マットのマーカーペンも気になるけど、まずはカード出すって。カードどこ、ここを調べるのか。お金が足りないぞ。お前、俺のカード出す、どこ行った。性格の悪い女とラクロア一の力持ちとうんこと、あと王様、あれどこ行ったんだ。あれどこ行ったんだよ。おいおい、君たちは瓶に入っているか。うわ、何でも知ってそうだな、このじいさん。西の方へちょっと下がると、わしの友達が住んでおるじゃん。奴は物知りだぞ。何も教えてくれなかった。まだ信頼度が足りないのか。しまったな。営業をかけないといけない、あのじいさんに。まずは菓子折りを持っていき、5回に分けて挨拶をするらしい。挨拶をするといいらしい。頑張ったな。これはちょっと、まず手始めに薬草あたりを持っていって挨拶をするべきだった。営業のかけ方が足りなかったな。お、なんだっけな。俺とカールザトルをしないか。勝ったらいいことは
教えてやるぜ。なんだいいことって、いいことってなんだ、右に連れて行くつもりじゃないだろこいつ。カードバトルを口実に、お前ダメだこんなやつだし。いやでもカードバトルって言ったらさっきのカード出す、使うカードを選んでください。ガンキャノン、レビルオーサー、ライダー強え。なんだライダー性格の悪い女か。ガンキャノンふざけんな。一番性格が一番力持ち、一番弱いじゃねえかこれ。2だよこれ、強さ2だよな。おガンキャノン、ほら6類嘘つけお前に出てんぞ。こいつ完全に家張ってる、強行、強行の力持ちだ。お前そんな違うカードを助けようとバトル開始だよ。六郎一門の力持ちじゃねえか。次々と蹴散らせよ。お、なんだこの音楽。正義の力見せてやる。戦闘開始だけや。どうだー、バツパグって上がる画面が。やりすぎだ255は。そんな強いっつってもお前完全デバッグモードじゃねえか。一人だけデバッグモードでも力9999、全ての敵を倒していく。あれしかも今どこ行った、あれ今ここにいませんでした人、すいません今ここに人いませんでした。いやそれはどうでもいい、ここに人いませんでした。あれもしや亡霊、ゾゾ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 ゾ、なんだこいつは、グーグー、何やってんだおい、おすまん、怒るなって。さあ出発だ。どうした、ここ混乱してねえかこいつ。会話に一本芯が通ってない。もう後ろからいきなり後ろに待ったこいつ、当選流か。なんなんだよこいつ、大丈夫かこんなやつ仲間にして。しかもこいつ村一番の力持ちじゃねえか、さっきの255ダメージ、強さ5じゃねえか。255どこ行った、あでもこいつ経験値が7で0ってことはかなりの成長株、成長が見込めるな。ファイターだからやっぱり戦士タイプなのか。ほう、いきなり4人仲間になっちまったな。この4人で世界を救うというわけか。いいだろう、まあ俺は打ち解けてないけどな、この後ろのやつと。お皆さん、私はついにこの村最大の謎を手に入れてしまいました。赤いファイター風の人なら、その家の村の方で見かけた。もういるわバカ、遅いわ情報が、情報が全てを制するんじゃ。おっと大変失礼いたしました。私暴言は決して吐かないと言っていたのですが、約束を破ってしまいました。申し訳ございません。石板の洞窟に行ったかい。変のスライムがいたぜ。なんか言いたそうだったが、びっくりして逃げちまった。うちの人ったら臆病で。なんだこいつ。亭主批判、こんな堂々と。しかも家汚っ。亭主批判の上に家汚ねえ。子供はその。子供も家にいねえし、こんな家にいたくないんだろうな、かわいそうに。さあではこのキャノンのパワーを解くと見てからゲームを終わりたいと思います。さあキャノン来い、突然ジオン族、おい力見せろ。255のパワー今こそ見せてもらおう。255どこ行ったんだお前、さっきの強さ。こいつも味方、カードの中だけの強さだな。味方になったとか何の役にも立たなくなる。ハニカムの魔法覚えた。おい、さっきも魔法覚えたよな。
今度保存魔法覚えた。ガンタンク、さっきも魔法覚えたのにまた新しく魔法覚えていく。これなんだろうな。味方にかけるやつか。攻撃力アップか防御アップと見た。防御アップ、待てよ、防御が2上がったか。このゲーム強さが4上がっただけでダメージが6上がったりするから、防御が2上がるって結構強いんじゃないかとした、強いんじゃないかとして、侮れないと見た。キャノンクソ弱いわ。レベル1だから仕方ないの分かるわ。よし、これでレベルアップ。お、油も上がった。もう完全にレベルアップ数値って固定されてるんだな。もうってことはもう力が3しか上がらないってことは、ずっと3しか上がらないってことか。これは才能、こいつ強さ5、これはでかい。毎回強さ5上がるということだ。これは大きい。これは大きい。しかもこいつ経験値が他のやつよりも上がりやすいから、これは大きい。ザワザワ、このキャノンはひょっとしたら成長株の一番の大器なのかもしれない。アイスコーヒーを飲みます。強い。お、マンホールがある。緑の中にマンホールがある。草の中に。怪しすぎる。ここは一体、ひょっとしたらこの右の方のこのあのエーデンの下のマンホール、ついに見つけましたよ。慌ててはいけない。まずこの洞窟にどのようなモンスターが生息するか、この最小のマスで。バウンドミミック、いかにも硬そうな敵。こいつは魔法で、魔法連打でいく。ガンダムの攻撃で4しか効かない。魔法ターン、魔法耐性2分の1か、こいつ。くそー、さらに防御上げてきた。お、やばいぞここ。こんなん戦ってたらもうあっという間に MP なくなっちゃうぞ。おい、半分ぐらい MP 使った。キャノン、あ、レベル上がった。やった、強さこれで。強さ今いくらだ。ナイトガンダムが強さ18。キャノンは強さ15。まあ大体同じぐらいに上げてきたか。やはり成長株。やばいなここ。一人の敵にあんなに苦戦してたらもう絶対勝ち目ないじゃん。もう慌てるな。よし、経験値を調整していこう。レベルが上がった時の MP を MP アップで中で回復できるように調整していこう。もうちょっと経験値を入れていくか。待てよ、作戦を試してない。この物産回り込むって何だ。回り込んでみよう。なんだこれまるで意味がわからない。まあ、とりあえず新顔キャノン、いけ。敵の背後に回り込もうとした。成功、やった。何これウィンドウがなんかまた新しいちっちゃいの出てきた。これでこれ何が起きてんの。威力2倍とか、何が違うんだおい、これ何が違うんだよ。まあとりあえず回り込んでおこう。回り込んでそんなし。で、あ、ちょっと待って、分散としてしまった。何分散って、もう意味わかんないこれシステム。列に戻すって。
成功。何これ、敵の背後に回り込もうとした、成功。レッツに戻す、成功。もうこれもう何もしてねえじゃん、敵何もしてない。自由自在、敵何もしてない。この間時止まってる。集中やってみよう。もう強え。これか、そう、これを使うんだ。分かったぞ、ちょっと今だ、ちょっとこれを使うのだろう。バウンドミミック対策できたぞ。うんこじゃねえか、お前さっきのうんこ。お前カードしても、カードとして持ってるぞ。俺集中でいくわ。もうたまんねえな、おい集中。たまんねえ、この威力病みつきになる。これでやっていくぞ俺は。あ、もうお前弱点見つけたぞ。集中、お前らの弱点はこれだ。よわあおお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 、集中が全く通用しなかったので今日はここまでにします。